と一つのプログラムとなりました。紀北町灯籠祭り、人が街が元気になり、そんな祭りであり続けたいと思います。最後になりましたが、この祭りの開催にあたりまして、ご協力をいただきました各関係機関、団体の皆様をはじめ、灯籠祭りに関わったすべての方々にお礼を申し上げますと同時に、今後ともご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。プログラム10番灯籠大仕掛け開運区画、提供は長島小林県マグロ組合、紀伊長島水産加工業協同組合、紀伊長島区石油業グループ、有限会社聖徳丸、株式会社橋本組、紀伊長島区自動車整備協会、株式会社平野組、紀北町職員互助会、長島中型船船主組合、紀北町建設業協会紀伊長島支部、紀北町建設業協会宮間支部、医療法人大樹会長島海生病院、医療法人受診会、滝沢グループ株式会社、垣内浄化内科、加藤小児科、新日本旅行、医療法人生産会日の市委員、紀伊長島レクリエーション都市開発株式会社、紀北町歯科医師有志、刀剣グループ大宮産業株式会社、こだわり集団よるめクラブ事業協同組合、紀伊長島金融団、京都信用金庫、百合銀行、第三銀行、三重県有事業協同組合尾鷲支部、日本語圏塩谷組、他の他組、特定建設工事協同企業体、千年の里古道ホテル時の座、紀北町商工会、三重海岸漁業協同組合紀州北支所、大阪府市場の宛て市、以上の皆様でございます。市場の宛て市は紀北町と友好都市提携を結んでおり、市場の宛て市の小学生などによる自然再生や紀北町から市場の宛て市市民の集いをはじめとする物産展への参加など、紀北町の住民、議会、行政の方々による交流が盛んに行われております。それではここで灯籠祭り実行委員会実行委員長中村博一より皆様に一言ご挨拶申し上げます。皆様こんばんは。灯籠祭り実行委員会を代表いたしまして、一言ご挨拶申し上げます。今年の灯籠祭りは夢羽ばたきを合言葉に、財政永遠希望の意味を持つ火の鳥をシンボルにしてきました。東日本大震災で被災された方々には火の鳥のように復活をしていただきたい。また地域の発展や地域の人々が夢や希望を持って大きく羽ばたいてほしい。そして25
4年目の節目のこの灯籠祭りが火の鳥のように永遠に受け継がれてほしいという願いを込めました。我々実行委員会スタッフ一同は町に元気を与えられる祭りを目指して毎年取り組んでおります。そしていつまでもこの灯籠祭りを途絶えさせず続けていくことが使命であると考えております。どうかこれからも今までと変わらぬ皆様の愛情ご協力を賜りますようお願い申し上げます。最後になりましたが、この祭りの開催にあたりましてご協力いただきました関係機関団体の皆様、またこの灯籠祭りに関わった全ての皆様にこの場をお借りしましてお礼を申し上げます。ありがとうございました。それでは2011灯籠祭り最終プログラム灯籠仕掛け最後のクジャクを存分にご堪能ください。それでは灯籠大仕掛け再臨クジャクに点火します。
ここで落とし物のご案内